青山大和君。はい、立憲民主党の青山大和です。在外公館の名称および、関する法案について、質疑する前にですね、今回ベトナムのダナンに、総領事館新設ということで、関連して日本国内のベトナム人の抱える問題についてまずはいくつか質問いたします。現在、新型コロナウイルスの感染症拡大で技能実習生などの外国人に対して昨年4月から特例救済措置が取られており、例えば技能実習先を解雇されても新たな就職先が見つかり特定技能1号に移行予定がある場合は特定活動の最大1年間の在留資格が得られ、その後特定技能1号に変更することができます。しかしベトナム人に限っては日本とベトナムの間の二国間協力覚書の要件が壁となって、このような救済ができない事態になっていると伺っています。2019年5月に結ばれたこの覚書では、特定技能1号への移行には在京のベトナム大使館が発行する推薦者票を得ることが要件とされ、しかも推薦者票の発行対象は技能実習2号3号を修了したものか2年以上の課程を卒業した留学生に限定されています。つまりせっかく日本政府が特例救済措置を講じても、ベトナム人に関してはこの推薦者票の要件のために解雇などで終了できなかった場合は特定技能1号に変更できず在留することができません。しかもこの推薦者票の発行業務は制度が整うのを待ってからちょうど先月2月15日から始まったようです。覚書締結からちょうど2年近く経過しての実務開始、この間コロナがあってそれに伴い特例措置が出ていたわけですが、特例措置による在留資格は最大1年間のみで、ちょうど来月4月5月には特定技能1号に切り替えようとする志の高いベトナム人だけが二国間協力覚書のために救済されなくなってしまうケースが大量に出てくる恐れがございます。また新たな雇用先の日本企業もせっかく雇用契約を結んだ優秀なベトナム人が特定技能1号になることができないと分かれば大変困ります。まずはこういった問題について担当省庁としてどのように認識をされていますでしょうか。私は改善に向けて取り組むべきだと思いますが、見解を伺います。はい、田所法務副大臣。はい、青山委員にお答えを申し上げます。コロナ禍でですね、そういった中にあって在留外国人を保護しようという重要な質問だというふうに思っております。法務省では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇されている、あるいは実習継続が困難となった技能実習生や帰国が困難となっている元技能実習生、また内定を取り消された留学生等に対して一定の条件の下で特定産業分野での就労が可能な特定活動への在留資格の変更を認めるなどの特例措置を講じております。これらの特例措置によって特定活動の在留資格となった者が特定技能の試験に合格するなどして特定技能外国人となる要件を満たした場合には、特定技能の在留資格により引き続き我が国に在留し就労することができると、いわゆるこういった救済策を設けたわけでありますが、委員ご指摘のようにベトナム人につきましてはですね、特定技能外国人の受け入れに関し我が国とベトナムとの間では締結されました令和元年7月のですね、特定技能にかかる協力覚書を交換しておりまして、ベトナムの方が
特定技能の在留資格に変更する場合にはベトナム当局が交付する推薦者票が必要という要件が課されている、これが問題になっているわけであります。しかしこれはですね、その緊急事態をですね、このコロナ禍を想定したものではありませんので、こういう中でですね、コロナ禍からの救済という趣旨をですね、やはり踏まえまして、この推薦者票の扱いについてはですね、ベトナムや関係省庁と緊密に連携して適切に対応していきたいというふうに思っております。青山大和君。まさに今副大臣おっしゃったとおり、現実認識していただいて、課題もあると、で今、対応されるというふうに前向きにおっしゃっていただきましたけれども、これもちょうど、4月5月にこの問題が顕在化してくる中であって、もう時間がないわけでございます。どうでしょう副大臣、これ、ベトナム人に関して、今回コロナというね、まさに、不測の事態でございます。コロナ特例措置の特定活動に在留資格を変更したベトナム人が特定技能1号へ変更する場合は、ベトナム大使館が発給する推薦者証はじゃあ不要になるというような理解でよろしいでしょうか。田所法務副大臣。はい、特別に付加されております推薦者票についてでありますけれども、パンデミックによってですね、移動ができない、あるいは国内にあってもですね、さまざまな仕事が縮小して、就労機会が少なくなっている、そういった事情の変化の中でですね、二国間、協力覚書書の作成の際にはですね、これは推薦者票は想定をされていなかったわけでありますので、この緊急事態下における対応として、特定技能外国人となる要件を満たしたベトナム人について、推薦者票がなくとも特定技能への在留資格変更を認める方向で、現在のその取り扱いについて、関係省庁とですね、連携をしてしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。青山大和君。はい、非常に前向きなご答弁をありがとうございました。なぜ私今回田所副大臣を答弁者に、指名したかと申しますと、私も田所副大臣も元茨城の県議会議員です。私も田所副大臣に県議会時代大変お世話になりました。で、田所副大臣ご存じのように茨城県というのは歴史的にベトナムと深い関係にございます。下山田虎之助さんが本当にご尽力されて、そうやってまさにまだ南北ベトナムが分かれている時代から非常に県として国を超えてそういった信頼関係を築いてきた、それは多分田所副大臣も同じ県議会の出身として分かっているはずです。ぜひ大臣、今おっしゃったこと、もう時間がないです。早急に外務省、法務省をまたいでですね、しっかりと、やってほしいと思います。お願いします。そして、救済のその方法について、やはりそろそろですね、情報周知、関係者に今こういうことやってますよとか、そういうことも発信していく必要があると思いますが、その辺の、対応策についてどうでしょうか。委員長。田所法務副大臣。確かに青山委員言われるようにですね、歴史的なそういった国との連携というものは、いろいろなその労働者等、あるいは留学生を受け入れる、あるいは交流をする中で非常に重要な意味を持っておりますので、それをしっかりとですね、大切にしながら、今言いましたようなですね、その推薦者票にとらわれない扱いというものをですね、積極的に返するようにして、随時その情報についてはですね、発信していって、理解が深まるように、そのようにですね、運用をしていきたいというふうに思っております。青山大和君。ありがとうございます。で、ちょっと関連して、大臣にもですね、ぜひ法務省と連携してやってほしいということで、ちょうどですね、まさに今回、ダナンに、新たな、在外公館、総領事館を設置するということにあたってですね、こういった実は日本のベトナム人、しかも志の高い日本に夢を見てきて頑張って勉強している、そういうベトナム人の方のためにもですね、
私はそういう措置は必要だと思ってますし、ベトナムの人々にとって日本の印象がですね、やはり好ましい方向になるようにしなくてはいけないと思っています。ある意味外交問題であるとも考えますが、外務大臣にもこの状況について人道的見地からもぜひ協力をお願いしたいと思いますが、一言何かあればお願いいたします。茂木外務大臣。私もですね、青山委員のお隣の栃木県の出身でありまして、少なからず茨城の影響も受けているのかなと思いますが、日本とベトナム、極めてですね、良好な二国間関係にあるわけでありますし、また昨年、ベトナムはですね、ASEAN の議長国として、そういった意味でも日本とさまざまな取り組みを、進めてきたところであります。私もベトナム何度も行っておりますが、ハノイ、そしてホーチミンシティ、ダナンと、極めてやっぱりベトナムの人っていうのはですね、真面目だなと概してですね、そして、仕事に対しても熱心で律儀だなと思っておりますし、大変日本に対してもいい感じを持っている、そういった人たちが日本に来ると。今コロナ禍でさまざま困窮する状況も生まれている。でも日本でしっかり働きたいと思っているですね、方々、ベトナムの人たちがしっかり安定して働けるような状況を作っていくということは極めて重要だと思っておりまして、できるだけ早く対応したいと、このように思っております。はい、委員長。青山大和君。はい、前向きなご答弁ありがとうございました。それでは、本法律改正について伺いますので、田所副大臣、どうもありがとうございました。お答えしてください。今回、ベトナムのダナンに、総領事館新設とのことでございますが、ダナン以外にもカンボジアのシェムリアップに総領事館、南太平洋のフランス領ニューカレドニア、ヌメアに領事事務所、アフリカ大陸北東部のエリトリアに献金駐在官事務所の新設も予定だったと聞いていますが、ダナン以外の、それぞれの、現在の進捗状況をお聞かせください。外務省石川大臣官房長。はい、お答え申し上げます。令和3年度機構要求におきましては、在ナダン総領事館および在シェムリアップ総領事館の2交換の新設を要求し、またこのうち在ダナンの総領事館が認められました。また予算措置として、エリトリアに在勤駐在官事務所、ヌメアに領事事務所をそれぞれ設置することを合わせて要求し、このうち在エリトリア献金駐在官事務所の新設が認められたところでございます。青山大和君。要はニューカレドニアは、いわゆる要求したけどできなかったということですよね。でこれ別にですね、多分外務委員会でもこれまでも何度も議論されていると思うんですけども、やはり国際社会において日本を支持する親日国家が多いとされる、太平洋島しょ国や、やはりアフリカ、これから重要であることは言うまでもありません。ニューカレドニアに関しては、現在フランス領ではありますが、2018年に続いて昨年もフランスからの独立を求める住民投票が行われたというふうにも聞いております。昨年は僅差で、独立が否決されたようですけれども、来年3度目の住民投票が行われる可能性もあります。私は、今のうちに領事事務所を設置に向けて、しっかりと取り組んでほしいというふうに思っております。また関連する太平洋島しょ国で言いますと、ここ数年マーシャルとかサモア、バヌアツで大使館が新設をされました。大使館が設置されて以来、残り5カ国は、人口規模が、とても小さな国ではありますが、例えばキリバスでは中国が大使館を設置をしております。残り5つの国にも大使館を整備することも私は必要かなと思っています。現在いくつか、献金駐在官事務所を設けているようですが、今後の太平洋島しょ国における大使館新設の考えについてお伺いいたします。外務省石川大臣官房長。はい、お答え申し上げます。太平洋島しょ国
地域は日本と豪州をつなぐシーレーンとインド洋から南シナ海を抜けて太平洋へ抜けるシーレーンが交わる戦略的に重要な地域であります。また水産資源の存在をはじめとしまして交換新設を検討する上で前向きな要素は多いと認識しております。在外交換の新設にあたりましては一般に安全保障上の観点や戦略的対外発信、資源獲得、日本企業支援といった経済上の観点、テロ対策を含む邦人保護、国際社会における我が国への支持獲得、他の主要国の交換設置状況、在京大使館の有無等総合的に勘案してきております。政府内の調整の結果、令和3年度の在沼や領事事務所の設置は実現しないこととなりましたが、太平洋島嶼国地域における在外交換等の整備については先に申し上げた所定を含むさまざまな要素を総合的に判断しまして引き続き適切に取り組んでまいりたいと思っております。青山大和君、はい、しっかり取り組んでほしいということと、であともう一点、その、アフリカの方ですね、エリトリアの話ございました。その今度の献金駐在官事務所が今後大使館というふうになっていくのでしょうか、なっていくのであれば今後の具体的なスケジュール、もしならないのであれば大使館にならない理由等を教えてください。外務省石川大臣官房長。はい、お答え申し上げます。令和3年度予算案の成立が前提となりますが、エリトリアには令和4年1月1日から、献金駐在官事務所を設置する予定でございまして、これによりまして現地に職員が常駐して政治経済領事事務等に従事することになります。今回の、事務所の設置を通じまして2003年以来我が国に大使館を設置しているエリトリアとの関係の不均衡を一定程度是正することができると考えております。ご指摘の大使館への格上げ、あるいは大使館の設置でございます。先ほど申し上げましたが、安全保障、戦略的対外発信、資源獲得を含む経済上の利益、日本企業支援、テロ対策および邦人保護、国際社会における我が国への支持獲得等を総合的に関して判断してきておりまして、エリトリアにつきましても新たに設置する献金駐在官事務所の準備状況や活動などを通じまして、それらの要素を含む現地のさまざまな状況をもとに総合的に判断してまいりたいというふうに思っております。青山大和君、はい、民主党の政権の時に岡田克也当時の外務大臣がやはりアフリカなど新興国との外交関係を強化する方針を示されて、いわゆる先進国の在外交換から新興国にシフトさせていくと、そういった方針も示されました。もうあれから、10年ぐらいになりますけれども、特にアフリカに関しては、中国に対して日本大使館の数がまだまだ大幅に遅れているのは周知の事実でもございます。今後アフリカにおいて献金、駐在官事務所なり、大使館を設置する計画、ここはちょっと大臣ですね、ちょっと大まかな考えなんかをお聞きできればというふうに思っています。茂木外務大臣。もう15年以上前になるんですけれど、世界全体で日本の大使館、どれくらいあるのかと、それを例えばアメリカを含めた先進国であったり、また中国と比べてみてどうなのかと見たときにですね、やっぱりアフリカが少ないなと、それから太平洋島嶼国にも力を入れなくちゃいけないなと、こういう思いで、これ我が党のことなんですけれど、外交力強化特命委員会という委員会を作りまして、私事務局長を務めさせていただきました。250交換まで増やしていくという形でですね、さまざまな取り組み、それは岡田外務大臣時代のですね、民主党政権でもそうだったと思いますが、進めてようやく今回ダナンが認めていただきましたら230まで来る形になるわけであります。ただもちろん量だけではなくて質の充実と、こういったことも必要でありまして、そこでの人員配置をどうするかと、こういった面も考えていかなければいけないわけでありますけれど、アフリカ、
そして太平洋島しょ国含めですね、これから極めて日本にとっても重要性を増す地域だと思っておりまして、当然その予算の制約といいますか、財務省との折衝、等々もあるわけでありますけど、できる限り量質両面でですね、外交実施体制強化に努めてまいりたいと考えております。青山大和君。まさに本当に大臣のお考えの中で、ただどうしても財源ということがあると思います。ちょっと改めて確認の意味も込めてなんですけれども、やはり大使館を一つ新たに設置するにはどのぐらいの費用がかかるのかと。もちろん地域とかですね、そのによっても全く違いますし、規模によっても違いますけれども、一時期、ミニマム交換とかいうちょっと名前も出ましたけれども、新たな大使館を設置する、大体の目安で結構です。基準として新設の費用、そして人員、さらには、開設した後年間の維持費、大体どのぐらい目安としてかかるんでしょうか。外務省石川大臣官房長。はい、お答え申し上げます。一つの交換の新設に要する費用につきましては、交換の規模や国の状況などによって大きく異なるところでございますが、例えば過去3年間で新設した大使館設立のために計上した予算を単純に平均いたしますと、1交換あたり約 1.5 億円となります。でこの予算には交換事務所や公邸の設置工事費、通信機器設置費、警備機器設置費の初期費用に加えまして、借料ですとか現地職員にかかる人件費等の3ヶ月分の維持費が含まれているところでございます。で次に、一つの交換を新設する際の人員につきましてでございますが、交換の規模や国の状況によってこれも異なるため一概には言えませんが、例えば過去3年間で申し上げれば、令和3年1月に新設された在廃止大使館には7名、令和2年1月に新設された在万夏大使館は6名、平成31年1月に新設された在ベラルーシ大使館は7名の会員が配置されております。さらに各交換の1年あたりの維持費につきましては、それぞれ活動状況とか大きく異なりますため、ちょっと一概に申し上げることは困難でございます。青山大和君。例えばその新設で 1.5 億円で大体6、7名、私はその価格について、その高い、安いですかね、そこを今ここで申し上げる気はありませんけれども、そういった中で、ただしやっぱりそういった、お金、人も当然かかってくると。だから増やしたいけども増やすだけではダメだと。そういう中で当然、スクラップ&ビルド、減らすことも当然あってしかりです。岡田克也外務大臣の時にはそういって、もちろん省内から反発もあるかもしれません。やはりそのなくすというのは非常に大きな決断であり、それに対して抵抗もあるかもしれません。ただやっぱり、歴史的な使命を終えた在外交換、総領事館などに関しては、場合によってはそこを、なくしていくというのも、私は一つの選択肢として、リーダーとして必要なのかというふうに思っております。平成26年、2014年以降、廃止された交換はありません。ちょっと古いんですけれども、平成22年、2010年の総務省の在外交換に関する行政評価においても、いくつか指摘もされております。今後の、在外交換の廃止についてはどのようにお考えでしょうか。外務省石川大臣官房長。お答え申し上げます。在外交換の配置に関しまして、限られたリソースが必要なところに適切に配分されているかどうかという観点から、それぞれの在外交換の必要性について不断に見極めていかなければいけないということは当然のことと考えております。そうした中で在外交換2つございまして、大使館と領事館でございます。
大使館につきましては、相手国において我が国政府を代表するほか、二国間関係の象徴的な意味を有するため、これを廃止するということは基本的には想定しがたいと思っております。次に総領事館についてでございますが、担当地域の在留邦人の数ですとか、日系企業の進出数の増減等といったですね、我が国との関係の変化というのは十分あり得るところでございまして、過去におきましても、ソウル時間の廃止というのは行ってきたことがあるところでございます。無論担当地域の法人の生命財産や日系企業の利益の保護、旅券の発給等の行政事務にあたっているソウル時間、こういったことソウル時間を廃止するということの判断を行うとすれば、現地でそのような行政サービスを行い得る機会がなくなるということの影響も、十分考慮する必要があると思っております。外務省といたしましては、引き続き現地に進出する日本企業の支援、在留邦人の安全確保を含む重要課題に機動的に対応する観点から、適切な体制の整備を不断に行ってまいりたいと思っております。茂木外務大臣。確かに限られた財源の中でですね、最適な交換の配置ということは考えていかなきゃならないと思っておりますが、ただこれですね、言ってみるとジャックウェルジのようにですね、コアコンピテンスというか集中と選択でですね、いいところは良くてダメなところは直していくのっていうのと若干性格が違うところはあると思います。在外交換総領事館におきましてもですね、当然法人の保護であったりとか現地に進出している企業ですね、その関係を維持していくということもありますが、地域コミュニティとの関係というのもあります。さらに場所によってはですね、さまざまな歴史戦が戦われているんです。そういったことも全体を考慮しながら、すごく少し長い目で見てですね、今年どうだから来年どうするということよりも、より長期的な視点でこの問題というのは考えていく必要があると思っております。青山大和君。はい、ありがとうございました。で、今大臣からもちょっとご答弁頂戴しましたけれども、改めてですね、今回その今いろいろ一連のやり取りしてきました、その太平洋島しょ国の件ですとかアフリカの件、そして廃止の件ですとか含めまして、今後ですね、在外交換の整備方針というのをこれ見ますと、一番新しく作れたのが、平成26年ですかね、2014年、整備方針出てますけども、それから年数も経ってますし、世界情勢も変わりつつありますし、当然昨今の新型コロナウイルス感染症拡大によって外交のあり方も若干変わってくるところもあるかと思います。私は今一度ですね、茂木大臣の強いリーダーシップですね、そういった在外交換の整備方針をこれちょっと時間をかけて見直す時期なのかなというふうに思っております。そういった見直しについて大臣の考えをお伺いいたします。茂木外務大臣。毎年の予算要求におきましてはですね、整備方針全体というかどうかは別にしましてですね、一体アフリカであったりとか太平洋島しょ国はじめどういう地域で少しですね、1年だけではなくて数年のタームでですね、どうしていこうか、こういう議論を行った上で毎年の要求というのはさせていただいているところでありますが、その上でせっかく委員の方からそういうご指摘もいただきましたので、もう一度全体どうするかとよく考えてみたいと思います。青山大和君。改めてぜひ中期的なスパンでですね、見直しも行うべきかなと思っております。でごめんなさい。であともう少し質問させていただきます。私も以前ブルネイの日本大使館を訪問した際などですね、大使はじめブルネイの日本大使館で勤務する職員の本当に皆様熱心な仕事ぶりに目に焼き付いております。またキルギスとか、さっきも言いましたように、私もベトナムの方にも、県を代表して行ったりとかですね、カンボジアとかいくつの大使館に行きましたけども、それぞれ皆さん現地で、過酷な条件の中で一生懸命やっている方ばかりでと私は思っております。とはいえ一方で残念ながら、在外交換での、ハラスメントとかのですね、不祥事の案件も起きております。
訴えたけども、もみ消しにされてしまったと、そんな例も聞いております。先ほど、まあ、一つの大使館を作るのに、まあ、設置で 1.5 億円とか、人数の話もございました。やっぱり在外公館を増やしていくには、やっぱりその役割をですね、もちろん国民の皆さんに知ってもらって、やっぱり国民の皆様から信頼を得なければいけないわけでございます。そのためにも、まあ、そういった不祥事を減らしていかなければいけません。ちょうど私、茂木大臣が多分副大臣を終えた頃ですかね、この日本外交の構想力、これ今なかなか手に入らなくてですね、私も国会図書館から今お借りしておりますけども、まあ、多分ちょうどこの頃もですね、例えば中国の秦陽の領事館事件のですね、対応ですとか、まあ他にもさまざまな外務省の不祥事があって、当時茂木副大臣がその対応とかですね、改革に苦慮されたことが書かれておりました。本当にでそういう中でですね、まあ、やっぱり在外公館の質の向上ということはですね、これは恒常的にしっかり取り組んでいかなければいけないと思っております。まあ、そういった質の向上への取り組み、まあ、さらにまあちょっとハラスメントに関しましては、この5年間ぐらいで、例えば具体的な相談の件数、それに対応などをお伺いいたします。外務省石川大臣官房長。はい、お答え申し上げます。外務省ではですね、セクハラパワハラ防止等の措置に関する規定の制定ですとか、本省在外公館へのセクハラパワハラ担当相談員の配置、在外公館の勤務状況について申し出ることのできる調査の実施、セクハラパワハラの具体例や相談窓口の定期的な注意喚起、全職員を対象したハラスメント防止研修の実施などの取り組みを通じまして、各種ハラスメントの防止に努めるとともに、セクハラパワハラ行為について相談しやすい雰囲気の情勢に努めてきてきているところでございます。こうした取り組みのもと、在外公館におきましては、ここ数年は職員から年に平均10件程度のセクハラパワハラに関する相談が寄せられているところでございます。茂木外務大臣。せっかく私の本を紹介していただいたんで、多分あれ7冊目の本になるんじゃないかなと思いますが、読んでいただいたことに心から感謝を申し上げます。在外公館の、まあ、職員と、まあ、ハラスメントであったりとかから、国民からやっぱりですね、信頼を失うようなことがあってはならない。今石川官房長の方から答弁あったようなことを徹底していきたいと思いますが、同時にやっぱりですね、それぞれの公館、やっぱりミッションというか、そういう目的を持って仕事をする、やりがいを持つということがですね、ある意味そのなんていうか、それでハラスメントがなくなるということではないんですけれど、やっぱり重要なんではないかなと、まあ、こんなふうに思っておりまして、例えば昨年1年間見てみましてもですね、コロナが世界的に広がるという中でですね、特に途上国ですけれど、帰国が困難になっているですね、邦人の方、どうにか帰国をさせたいという思いでですね、本当にアフリカをはじめ各公館頑張ったと思います。そういう思いでみんなが仕事に取り組む、こういうですね、やりがいを作っていくということももう一つ重要なことではないかなと思っております。青山大和君。本当に私も実際現地行って、本当にそういうふうにミッションをしっかり持ってですね、高い志で頑張っている方がほとんどだからこそ、ちょっとそういうですね、一部出てきてしまうと、またそれが大きく報道されてしまって、全体的に非常にね、大きな損失になるという中で、やはりそういったものを未然に防ぐのは大事かなということで質問させていただきました。で、ですね、で、まあ、最後ちょっとごめんなさい、これ、話また別の話で1点だけ質問させていただきます。JICA の海外協力隊の募集についてですね、これコロナ禍の中で、まあ、昨年の春は募集は選考中止、昨年の秋も、まあ、コロナの関係で募集そのものが中止となってしまいました。今度新たに春の募集が5月20日から6月30日の予定で行われることになっていますが、これコロナ前の2019年の募集の期間の長さですね、長さとほぼ今回変わりありません。応募書類には健康診断書の提出が求められるなど、医療現場が逼
切迫する中で、コロナ前と同様の期間で応募書類をすべて揃えられないケースもあると思いますので、ちょっとですね、この募集は少し私は通常よりも伸ばすべきかなと思ってます。これは要望ですけども、もし担当の方で何かお考えがあればお聞かせください。外務省上野国際協力局長、申し合わせの時間が経過しておりますので、ご協力お願いいたします。お答え申し上げます。今委員からご指摘がありましたとおりですね、例年 JICA は海外協力隊の募集にあたって春と秋の2回それぞれ40日間の受付期間を設けておりますけれども、昨年は新型コロナの影響で医療機関の一部で健康診断の受付を中止したりですね、あるいは受け付けても非常に人数を絞るというようなことがありましたので、健康診断書の提出の締め切りを延長するというような対応を取りました。で、今回今年の春の募集につきましては、JICA の方で医療機関の状況を調べたところですね、基本的には昨年のような問題はないと、健康診断は受けられるという判断でですね、例年通り先ほど委員からご指摘のあった5月20日から6月30日までの40日間ということで受付を募集することにしておりますけれども、仮に今後そのコロナの状況次第で医療事情が悪化してですね、健康診断が受けられないということであればですね、去年と同様柔軟に対応したいと思いますし、今年についてはせっかく応募してくださる方がそういうことでトラブルに遭わないように事前にですね、応募 そのホームページの箇所にですね、健康診断を早めに予約してくださいということをですね、お伝え申し上げる予定にしております。以上でございます。青山大和君、柔軟な対応を、お願いします。以上、質問を終わりにします。ありがとうございました。これにて本案に対する質疑は終了いたしました。これより討論に入るのでございますが、その申し出がございませんので直ちに採決に入ります。内閣提出在外公館の名称および位置および並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に採決の諸君の起立を求めます。賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求める件を議題といたします。これより趣旨の説明を聴取